着いた先は大沼か。アーデンもそこかな。好き勝手しやがって。全て取り戻さねばな。ああ、決着をつける。陛下にお会いする前の緊張を思い出すぜ。ああ、この場所に来るとな。俺も出発の日に来たんだよな。遠い昔みたいに感じるな。アーデンもここに描かれるはずだったんだな。王家の人間だとは思わなかったぜ。長い時を生きてきた。誰も仲間がいない世界で。神話の絵は今も飾られているのか。うん、傷もないし綺麗だよ。この絵で伝わってた話が現実になるのか。ああ、見届けてくれよ。あの人は神話の中の闇ってことか。皮肉だな。光を司る王の一人のはずが。ああ、眠らせてやらないとな。そうやって神話の最後をノクトが作るんだね。どこかの絵に王子のつけた傷があったな。残っているか。いや、わからない。俺の側近がうまく隠してくれたからな。子供の頃この部屋が嫌いでな。え、どうして。ここに来ると親父の顔が険しくなってさ。ノクトの運命を辛く感じてらしたんだろうな。あと少しだね。さあ行くか、ノクト。まあ、いや、ちょっと待ってくれ。プロンプト、写真見てもいいか。まあいいけど。一枚だけ欲しい。持っていきたいんだ。そっか、わかった。じゃあほら選びなよ。これもいい写真だ。懐かしい。そうか、思い出もありすぎると迷うな。いろんな店を回ったり街を歩いたりも楽しかったね。景色はいつも新鮮だったな。そんなに印象深いのか。ま、止めねえよ。将軍か。初めは随分面倒見てもらったな。精神的に支えられた。だから旅が続けられたんだろう。旅の思い出が蘇るね。これ撮る前とか撮った後までさ。同じ光景をきっと俺も思い浮かべられる。あ、え、ノクトしか写ってないじゃん。なんだよ、写真嫌ってたくせに。お前も10年で変わったな。え、ああ、それどうもありがとう。俺が写ってんのがいいんならいいけどさ。こん時も骨の折れる戦いだったぜ。旅の間強敵には何度も遭遇したな。そんなに印象深いのか。ま、止めねえよ。これもいい写真だ。懐かしい。そうか、思い出もありすぎると迷うな。そいつでいいのか。
心残りはねえか。これにするわ。イグニスが写ってる。俺の写っていない写真の方が多かったのか。旅の思い出が蘇るね。これ撮る前とか撮った後までさ。同じ光景をきっと俺も思い浮かべられる。確かにそいつもなかなかいい写真だな。ああその辺で迷ってるんだね。そいつを選ぶとはな。王様の余裕か。こん時も骨の折れる戦いだったぜ。旅の間強敵には何度も遭遇したな。そいつでいいのか。心残りはねえか。俺は構わねえが、俺だけじゃねえか。他になかったのかよ。こいつを選ぶとは。まあ兄として深くは聞かないぜ。深くはな。そいつでいいのか。心残りもねえか。そんなに印象深いのか。まあ止めねえよ。ああわかります。気持ちはわかります。ああその辺で迷ってるんだね。それで大丈夫。最後だ。しっかり選んでくれノクト。旅の思い出が蘇るね。これ撮る前とか撮った後までさ。同じ光景をきっと俺も思い浮かべられる。それで大丈夫。最後だ。しっかり選んでくれノクト。そいつでいいのか。心残りはねえか。こん時も骨の折れる戦いだったぜ。旅の間強敵には何度も遭遇したな。10年経って俺にも威厳が出てきたかな。ノクトは陛下に似てきたね。そうか。よかったなノクト。ああその辺で迷ってるんだね。戦ってる最中の写真もいいだろう。何の写真？じっと見てるね。いい車だった。
最後まで力強く走り抜けてよ。レガリアか。本当に世話になったな。いい写真じゃねえか。俺たち全員写ってる。そんな写真を選んでくれてよかった。じゃあ持ってってくれるのはそれだね。ああなお知らせです。ここ座りに来たんでしょ。もう空いてないってさ。お前に座る資格はない。そこは王の椅子だ。待ってたよノクト。待ちくたびれてイライラしたけどね。やっとオーケーを未来ごと潰せる。積年の恨みってとこか。執念深。玉座にいるのか。ああすぐにつまみ出す。あそこは俺の椅子だ。何をした。これは俺たち王の戦いだ。無駄なものはいらない。さあ来いノクティス。何も知らなかった非力な王子がどこまで成長できたんだろうね。失望させるな。
か。もっと本気出しなよ。偉大な力をもらってきたんでしょ。安心しろよ、まだ終わりじゃない。じゃあ見せてもらおうか、クリスタルの力を。俺とどちらが強いか。それ力よ。らしくなってきたじゃないか、王様。こちらが先に倒れるか。歴代の王様たちじゃないか、使命を果たす準備はできていると。父親が死んだとバカ騒ぎして遊びほうけていたガキが、恋人が死んだ時疲れ切って横で伸びてた間抜けが、10年程度で俺を超えたと思うなよ。俺がどれだけ闇の中で生きてきたと思ってる。終わったね、王様。死骸を排除して平和な世界を作るのか。俺をまた歴史から消し去って。でも、今度は眠れるだろう。目を閉じろ。もう目は覚まさねえよ。
先に行って待ってるよ。Yeah.